ミルクサッカーアカデミー東京校でございます井上真と申しますノーミルク佐藤ですいやどうもよろしくお願いします今日の特集は横浜 FC の遺跡同行チェックでございますいや先生お久しぶりですねお久しぶりですね冷蔵庫シリーズも久しぶりなんで嬉しいですけどもすいません本当に皆さん高校高校選手権にかまけましたすべてサッカーにねやってきたわけですからそうですねはい J2 に戻ってまいりました我々の J2 にそうですよそうですよまあまあ早速ね 1か1ヶ月ぶりに冷蔵庫を開けてみましょう、はいですね、じゃあ行きましょう表 <laughs> を見てくださいはいではこちらになっておりますおいしいかえ クオリティが変わってないですか？あのすいませんえっと多分ツイッターとご覧になってる方はご存知だと思うんですがえ僕のパソコンが今え壊れておりまし壊れてるんですよねえ自宅のデスクトップでやったところそれであのフォント等々変わってるのはそれが理由となっておりますあでもいい方に変わっているじゃないですかまあまあせっかくね新しく作り直すんだったらまあ元のフォーマットから変えてやれと思って今頑張っております怪我の怖みを転んでも種で起きないというねはいー これじゃ見やすくなってるっていうことで間違いないですかわかんないですけどまあ皆さんにとって良ければいいなと思って作っておりますということでまずは表からねまりましょうまずなんですこの動画1月一応8日に収録してるのでもしかしたら視聴の段階でもうちょい何か変わってるよとかはあるかもしれませんがそこだけはご了承くださいといったところでございますまずはカラーリングの説明から入りたいと思いますまずゴーーーールキパがが赤ですねそしてセンタバック 青、はい、サイドバックイングバックが水色、うんうん、ボランチがオレンジ、はい、そしてオフェンシブミッドフィルダーのところが黄色、うんはい、そしてフォワード真ん中目の選手群に関しては緑、うんはい、でウイングのポジションをやる選手に関しては黄緑で表示しております。うんはい、ありがとうございます。見やすくなりましたね。いはい。綺麗、はい、です。そして縦軸はまあ世代がね下から若い順、上がベテランというふうになっております。はい、でまあこれが一年ずつどん,どんどんどん上がっていくということで過去現在未来。 そして台所事情ですねこのバランス感覚もわかるという、うん、一目でわかる先生の色はちなみに、ね、サカツクをリスペクトしております、ね、サカツクリスペクトシステムでございますいい先生こうやって見るとやっぱり和義三浦、はい、これ表に入り,き入りきってないわけですもんねそうですねこれ一体どこになるんでしょうね <laughs> これ実際本当のとこに置くともうこのモニター飛び出してますもんねかっこいいなでもやっぱ僕世代からの三浦和義っていうこの地面だけで興奮しますもんねそうですよねーええー、え 中学生、高校生か足に魂込めましたっていう本を買って読んでましたね。だからねそこ見ればです、ねまあ、先にね、はい、ちょっとフォワードのところになっちゃいますけど、えーね、三浦和義と斉藤浩輝が同じ位置にいるっていうのがおかしいな話ですからね。えー、お素敵なね。そうですよ。だって和さんの息子さんより浩輝くんのが若いわけでしょ。はい、ね。はあ、い、素晴らしいことだな。<laughs> ね去年はいわゆる親子ツートップなんてことも、えー。えー、えー 前田久保以来の <laughs> ありましたよね前田久保あれよりも開いてますからね,、えー、す,ねすごいことでございますまあまあとはさておき、はい、キーパーからちょっとまたね、えー、見ていきましょうはい、はいえー、ゴールキーパーなんですが、うん、まずこちらもですよ、はい、1> 第一線にまだ南祐太いますからね、はい、いらっしゃいますねうん まあそしてそれ以外のキーパーに関しては今、若い選手たちが残ってるんですね。<うん S 1> で今回ちょっと面白いことが起こりましてもともと例えば1年前の状態だとまあこの96年生まれ97年生まれのところ見ていただければと思うんですが高岡洋平選手がえこちら横浜 FC にいてシーズン途中のところで高岡選手と辻選手のレンタルトレードが発生したんですね。 お互いに高岡選手がレンタルで鳥栖へなるほど辻選手がレンタルで鳥栖から横浜 FC へ、はい、ってなってきたんですが、ええ、ついこの収録の数日前ですよレンタルトレードのはずが、えー、両者完全移籍になりまして、うん、高岡選手が鳥栖、うん、にそのまま行き、うん、辻選手が横浜 FC へとはあ、はあ、お互い完全移籍になっちゃったっていう流れになりました、ね、す。ねはい この黄色の「ニュ」というのは新加入で移籍した選手の行き先がチーム名に書いてあると。 そしてキーパーのところでこのまま見ていくとあと山本海人選手1985年生まれのところにありますが彼がですね、まあ、レンタルバックで千葉に戻りそれで熊本への完全移籍が決まったので、うん、横浜市は離れましたそしてあとは大内選手がまあユースから上がってきたよってところで、はい、もう大ベテラン南プラス、うん、若手の辻市川大内と、うん、いう形ですね。へー これはだから、南師匠の下で若手がこうしなが、しのていくっていう形ですね、えなるほど、辻選手と高岡選手に関しては、もともと高岡選手がいわゆる横浜 f でいわゆるスタメンを飾ってたこともあるんですよ、はい、それがいわゆる鳥栖に呼ばれてってところ、うん、まあその経験値を買って鳥栖に行ったのもそうだし、はい、辻選手はそこのまあ能力的なところを買えれて、横浜 f に来て、鳥栖、うん、ではなかなか出れなかったものの、横浜 f でちょっとチャンスをつかみ始めてるといったところなので、両方ともいい移籍だったんじゃないのかなと。 そこにあと新しく帰ってくる大内選手ももともと例えば久保建英選手とか中村敬斗選手鈴木統一選手鈴木統一選手ね長崎総監督とかその辺り残念でしたね選手権ね冬の一番にちょっとなれなかったけどツイートしてましたね自分でねそうですねんか素敵ですねあれ出したっていうねその世代と一緒に U15 の頃とかで代表だったんですよ最近はちょっとアンダー17とかでは呼ばれなかったりはしたんですけど やっぱり実力者であることには変わりはないので彼にもちょっと注目してほしいなといったところでございます1人のベテランと若手の若手集でどういうふうなチーム構成というかゴールキーパートレーニングやっていくのかこの関係性が変わるとキーパートレーニング見てるのも楽しいでしょうね試合前に。ゴールキーパーコーチがいて南選手がいてさらにっていうよね ボールを誰が何個拾って帰るのかとかね <laughs> <laughs> との注目ですねちょっと楽しみですね<幕>そしたら次今度は、えー、ディフェンダー陣に移りたいと思います、はい、この青い方たちを、ね、なんとなく三列ご覧いただきたいと思います 今回、まずは西川翔吾選手が琉球、はい、でペスンジン選手が、えー、<え>韓国ですか、はい、に移籍して左ウイングバック、サイドバックの永田拓也選手が東京ベルギ、はい、で荒井淳平選手が満了といった形になっております。はい、はい ってことでおそらくスタメンのところはただ変わらないんじゃないかっていうところでヨンンピ選手カルフィン・ヨンアピン選手と藤井選手、そこにあとは乾大一選手が長野からやってきてとてところでここら辺が絡んでくる形になるのかなとあとはサイドバック、イングバック系に関しても田所選手いるし武田選手、田代選手北詰選手いるのでそんなにメンバーとしては変わらないのかなとただ一人袴田選手だけルーキーイヤーとしてラインに入ってくるのでちょっとだけ若返ったのかなと ところがあります。バランス的には悪くないんじゃないか。そうですね。てですね。でこれ見てもらえる分かるんですけど。今までもともと例えば一番最初のな鹿島とか。川崎あたりで。ディフェンダー陣が年齢高くてだんだん若くなっていくのが。これいい流れですね。なんてお伝えしましたけど。二等辺三角形とか右が下がってる三角形がいいみたいな。話うしてました。この横浜もまた特殊で。クロスなんですよ。そうなんです。よ初めてのパターンですよね。これね。初めてですね。まもこれたぶんに数選手と。 ね南選手が X に閉けてでもそれなくてもそうなんです結局あのレアンドロドミンゲ選手松井大輔選手もいるのであとイバ選手とかもいるからレアンドロドミンゲ選手レドミでも入らなかったね長すぎてレドミンにしますすいませんサポーターの方もすいませんちょっとあの文字数レドミンいたかなと思ったレアンドロドミンゲだぞはいわかりますそうなのはいはい。 といった形ですなんでディフェンダーもちょっと年齢層高くなったかなっていうところはあったんですがただそこで袴田選手が入ってくるのでまあ年齢としてはそんなにその職はなくなってくるのかなと思いますいいですねなんかいいチームな感じしますねただね僕ねちょっとどうしても一個言いたいことがあるので中盤にちょっと移りたいんですよということで中盤です中盤でですねもうここでしょと何があったんだっていうのが一箇所ありまして野村直樹選手ですね こののチームキャプテン野村直徳島移籍もうね僕の中ではちょっとここがあとちょっといろんなことがあれなんでちょっとあれなんですけど僕ちょっとあのちょっといろんなメディアさんのお仕事等々で野村選手へのインタビューの話がちょっとあったんですけど流れちゃったなこれでっていうところになってしまうのでなかなか徳島だとねそうなんですよ横浜 FC の野村選手での要請出せたので。 なんで出しちゃったんでしょうねっていう感じ先生からしたらそうです。やっぱりこのチームのやっぱり格なのでそらくんか個人としてでも高みに登りたいってところがあっての移籍になると思うんですが、うん、やっぱり逆に言うと横浜 FC 的に言ってもここの移籍はちょっと大ダメージじゃないはははっていうすか分かりました。あのもう本当に野村選手とあとあ 佐藤健介選手、そして中里選手、この3人がやっぱり中盤で頑張るっていうのが特に横浜ののスタイルなので、この構成とか見てみても分かると思うんですけど、立 X のね、くびれの根っこみたいなところがいわゆる本当にど真ん中のところで、もう3人ともそのコネクターの役割が一番強かったもので、そこでやっぱり抜けてしまったっていうのはすごく大きいなとは思ってはいるんです。ただその代わりに経験者 <は>い松浦拓也こちらがやってくるというのが大きくてこれでもともとやっぱまあもう年齢としてはちょっと高くはなってきたけどレアンドロ・ドミンゲス選手が。 やっぱりねいわゆる2桁得点2桁アシスト<ー>レアンドロ・ドミンゲス選手がいて、うん、であと攻撃的なアタッキングのできる瀬沼選手、はい、そして若い斉藤浩介選手ってところがいる、はい、そのアタッカーたちにこう,うまくつなげる役回りとして、うんまあ、佐藤健介選手中里選手もやっぱりいるっていうのも大事ですし。はい やっ,ぱりやっぱりそれでもね松浦選手のその今度イマジネーションとかもありますから、えー、もうワクワクさせてくれますもんねなんかいいゴールいっぱい覚えてますもんねんいやそうなんですよ、ね、岩田時代とかのねね、うん、本当にもう仙台もだいぶやられたなっていうイメージがすごいあるんですよ、えー、彼に、うん、はい、なんでまたねちょっと J1 とはやり方だったりだとかもちょっと違ってくる部分はあるとは思うんですけど彼のファンタジー的な部分というかうそこに注目していただければいいんじゃないかなと思っております そして最後、うん、フォワードに参いりましょうというか戻ってきましたまあやっぱりね何といっても三浦和良というところがありますよね、うんいはい、そして松井大輔とですよ、ね、ベテランたちがいる中で、はいうん、ただその中でもやっぱり主戦はですよねねやっぱりうん 伊場選手とというところがありますやっぱりここのイバという格がぶれない限りは横浜 i ってある程度の強さはずっと保ってられるんじゃないかなと思っていて、はい、でそこを今度ただイバ選手もやっぱり年齢的に言っても今年もう33かな、はい、迎える年なのでもうそんなにそんなにもともとあといわゆる以前ねあのお答えかなお答えアカデミーとかの方でも、はい、連中型フォワードとかの話もいろいろしましたがイバ選手ってもともとフットサル出身の選手なんですよ。おー イヴ、はい、選手って何人なんでしたっけ？イヴァスノルウェーですね。おお。でかいんだだから。そうでかくてうまいんですよ。はい。なので足元がもとその足元の技術がある選手なので高さだけじゃなくて、うん、だからそんなにこういわゆる劣化というか成長がこう鈍化するようなことはちょっと起こりにくいかなと思うんですが。 まあただやっぱりだんだん恒例になってくることは確かなので、うん、やっぱり若手組からの新しいその得点源の確保というものは横浜よしにとってすごく重要になってきます、はい、まあそこでねまあ松浦選手瀬沼、うん、選手っていうのもいるんですが僕はねちょっと注目したい選手がちょっと2人ほどいるのでやっぱりご紹介したあれ下の方ですかやっぱしての前にまずは豊島選手お豊島選手うん、うんうんうん 去年途中から特に、あのーまあ、出番掴み始めたりっていうところはあったりするんですけどやっぱりその真ん中でもプレーすることできますし、はい、今だったらまあその岩選手の下というか、ええ、まあシャドウみたいなポジションからもガッといくこともできたりするのでるそこが新しい得点源のパターンになってくるんじゃないかなというふうには思っているんですよ。うんうん、でもう一人がですね ここで多分来ると思ったでしょう。違うんですよ。立花あゆむ選手ですか、ね。斉藤光幸選手は最後に取ったけど。ああ、そうね。立花あ選手でもともとあの琉球出身の選手だったりだとかでするんですけど、はい、彼もそのちょっとワイルドめな得点能力があるんですよ。うんえーえー ちょっとタイプは違うんですが<え>あのもう今回、岐阜から山口に移籍するあの田中パウロ純一選手とかもそうなんですけど、はい、なんていうんだろうちょっと野性味がある感じなんです、得点するのにかわしてかわしてかわしてすらすラっていくんじゃなくてもうゴリゴリアマゾンのこうなんか草かき分けるかのようにドーンといくような鼻な畑でこう、ね、ポピーとかおめでてるお名前ですよ、これ、実は違うんですよ。 だってもうあの例えばなんですけどもう1年前の情報なんですけどあの彼今年がルーキーだったんですね2018年で,で2018年その加入する直前のところで「桜木花道!」って急にツイートしたんですよ彼何かってあの髪,の髪の毛赤く染めたんですねそういうタイプのちょっと面白かったなってちょっと覚えてたんですけど、えー。ロッドマン <laughs> <laughs> まあそれこそね、あのジャーメイン選手、あの仙台のとか、琉球大の中でもかなりその黄金世代の中のメンバーの一人でもあるので、も、はいはい、ちろん活躍には期待したいなと、なそして最後、はい、えここにはやっぱり注目しなきゃいけないでしょうというところで、斎、はい、藤浩輝選手ですね、えーはい、横浜市といえば。はい、で、こ今年のところでで、今、豊島選手、橘選手、言ってきましたが、うん、なんでじゃあ、斎藤浩輝じゃないのと。 ええ、お前いつもいろんなところでこの名前出してんじゃねえかそうですよ何でお前言ってこねえんだよって話なんですが、うんえー、だってそりゃそうでしょと、うん、ええー、藤幸喜選手やっと来年高三なんですよ今年か<あ>2019年がやっと高校3年生ですおもうプロ契約してるけどああそうはいえっ高校行ってんすかまままだまだ高校生ですあら、まあ シャンプーの匂いとかで可愛いとか思ってるんだまだじゃ学校で <laughs> ね <え S 2> もう彼自身だから可愛いももちろそれになったら <laughs> そうそうはあそうかでなんでその注目に挙げれないかっていう理由が実はありまして、えー、斉藤光希選手が今年 J2 のこの横浜出身の中でスタメンで継続的に出続けるは多分ないと思ってますあそうですかはい、はい、理由はありまして、うんうん、彼ですね今年 U20 ワールドカップ控えてるんですよあー。 忙しいってことですか。そうです。あの彼、実は忙しいんです。はあ、理由を伝えます。ええというか、この間もそうだったんですが、ええええ、あの皆さん、ね。バイトしてるんですか。高校生だから。いや、もう,いもう、これ、これで成り立ってるんですよ。<laughs> <ど> <laughs> そうか。 <laughs> そ<か> <laughs> この間そうかあの我々もの特集させていただいた高校サッカー選手権のところで、えー、東光学園高校の2年生の西川潤選手が甲府大連の中で初めて U19、えー、の代表に呼ばれて、はい、年末のところでブラジル遠征に行ってきたって話したと思うんですよ。うんはいはい それで彼は戻ってきてチームに合流してそのまま選手権やってって流れだったんですがこの斉藤浩輝という男はですねもっとおかしいことしてるんですねおかしいはかいブラジルからいってくるじかないですかなんだ時給でで帰ってきていわゆる空港着くじゃないですかでスタッフの方がどうやらお迎えに行ったらしいんですよ空港着くおおおおお空港にでそこで言った一言帰ってきての一言ですよ俺明日行けますよ浩輝さんが言ったってことはい で、明日って何かてい。いや、やれるっていうこと。うん、その明日って何かって、<日>あの、いわゆる。本場とかじゃなくていいでしょ。あの、高校生なので、うんうん、プロじゃなくて。うん、いわゆる、あの、プレミアリーグ、プリンスリーグとかあるじゃないですか。はいはい、そこの参入戦があったんですよ。あら出ました。帰ってきて、時差ボケの状態で。はい、ブラジルで三試合やってきて<ー>。<laughs> 時差ボケの状態で帰ってきて。すごいです。ただ、その試合は、ちょっと、このチームとしても、ちょっと、あの、大事な試合だったのもあって。飛行機の中でも、時差の調整をやってきたそうです。<laughs> すごいですねで。寝なきゃいけないけど、寝なきゃいけないけそこ頑張って起きて、日本時間のところ、も調整して、時差ボケなしで、そのまま出ました。すごい。大気の片鱗ですね。もう、だから、いわゆる、U20 組の。はい。 合宿にも呼ばれながらトップチームの活動をしながら、ええ、高校に行きながら U18 のチームにも顔を出すんですよ。ははははははいやーすごい日本で最も忙しい J2 プレーヤーですよ彼は。<laughs> ね、高校3年生売れっ子。売れっ子です。何チームも所属してるんですね。そうなんです。えー、で高校行くんですよだって、えー。傭兵ですねもう傭兵。すごいですよ。 なので、斎藤選手に関してはいろんな活躍が逆に言うといろんなところで見れると思うのでそれは本当に横浜 FC のサポーターの方々もいわゆる J2 全体というか日本サッカー全体として彼は長い目で見ていければいいんじゃないかなと思っわかりました、面白しいそういって見方もいいですね。怪我がないようにねていただけると勝選手、ー選手ね近くで見れるわけですから。